長い年月を経て、やっとツインレイと出会えても、相手の既婚者だったケースもあります。実は、ツインレイが出会えた時に、どちらか片方、もしくは双方が既婚者であるというケースは、決して珍しくないとされているのです。その理由は、ツインレイと出会うためには、ある程度人生経験を積んで、魂を成長させなくてはなりません。ツインレイに出会うことができるレベルの魂に、特に意識することもなく、成長させていくとすると、30代から40代ほどになってしまっているものなのです。そのくらいの年齢になれば、結婚している人の方が多くなっても、不思議はないでしょう。そのため、ツインレイに出会うことができたとしても、自分が結婚してしまっていたり、相手が結婚してしまっていたりすることが起こります。さらに、出会ったツインレイ女性が、既婚者だったという男性、または、結婚してから、ツインレイと出会ってしまった既婚者女性のために、既婚者女性がツインレイと結ばれるためには、どのようにして、試練を乗り越えていけばよいのかについて解説していきます。オーラで人を引き寄せる、明るく人懐っこい既婚女性は、ツインレイの魂と深く結びつくことがあります。彼女たちの魅力は、内に秘めた明るさや、引きつける力が外に輝いていることにあります。この魅力があるからこそ、男性たちは彼女たちに惹かれ、結婚に至るのです。この人と結婚したい、一緒に家庭を築きたいと感じさせるほどのオーラを持つ彼女たちは、ツインレイ以外の男性にも先駆けて魅力を発揮していたことになります。軸があって自立している既婚女性の特徴として、芯が通っており、自立心が強い点が挙げられます。結婚は容易なことではなく、異なるバックグラウンドを持つ二人が、共に生活することは様々な困難が伴います。しかし、既婚女性はそのような状況でも、しっかりと芯を持ち、自分の意見をはっきりと述べることができます。この強さと、精神的な安定感は、ツインレイの魂にとっても魅力的です。男性は頼りになる女性に惹かれるため、自立した姿勢は彼女たちを目立つ存在にしています。人としての魅力がある。ツインレイは男性性と女性性を併せ持つ存在です。既婚女性がツインレイに出会う要因の一つとして、彼女たちが男性性を多く取り入れていることが挙げられます。結婚した女性が持つイメージは通常、女性らしいものかもしれませんが、実際にはツインレイと出会う既婚女性は、中性的な魅力を放っていることがよくあります。男性からの惹かれる要素を兼ね備えながら、同性からも憧れられる存在として、結婚後も新たな人間関係を築きやすく、ツインレイとの出会いのきっかけとなります。若々しさを保っている、ツインレイと出会う既婚女性は、結婚後も若々しさを保っている特徴があります。結婚生活や子育てに追われる中で、自身の容姿や身なりを犠牲にすることは、よくあることです。しかし、ツインレイとの出会いを大切にする女性は、家事や子育ての傍らでありながら、外見への気遣いを怠らず、いつまでも美しく若々しく保つよう心がけています。魂の成長の進展によって、ツインレイとの年齢差があることも考えられます。そのため、容姿に気を使い続けることで、ツインレイが自分に気づく機会を逃さずにつなげることができるでしょう。大人っぽい中に純粋な一面がある、既婚女性には、年齢を重ねるごとに深まる魅力がありますが、その中でもツインレイと出会う既婚女性は、驚くほど純粋で屈託のない一面を持っています。一見すると、しっかり者で大人な印象を受けるかもしれませんが、実際に彼女たちと対話すれば、少女のような、
純粋な笑顔や天然な一面が垣間見えることでしょう。年齢を経ても失われない純真さや無邪気な一面は、ツインレイとの出会いにおいて特に魅力的です。長い人生で蓄積された経験と知識に裏打ちされた彼女たちの心は、まるで未だに夢見る少女のように純粋であり、それがツインレイを引き寄せる要因となります。夫がいても男性を引き寄せる魅力。驚くべきことに、ツインレイと出会う既婚女性は、夫がいるにもかかわらず他の男性を引き寄せる危険な魅力を持っています。ただし彼女たちはむやみに関係を深めることはなく、一般的には上手にアプローチされても丁重に断りを入れ、自分の立場を守っています。既婚女性が夫との絆を大切にし、他の男性に対しても適切な距離感を保ちつつも引き寄せられる魅力を発揮しています。この矛盾した魅力は、ツインレイが彼女たちに注目し心を通わせる契機となっています。結婚したからこそ磨かれた魅力と、相手に対する誠実な態度がツインレイとの運命的な出会いを引き寄せています。優しい雰囲気をまとっている、結婚を経てツインレイと出会う既婚女性は、優しさに包まれた雰囲気が魅力の一つです。周囲からの好意を自然に引き寄せ、仕事を続ける中で頼りにされる存在となったり、子育てや学校の役員などで積極的に関わり、自然な好感度を築いています。この優れた雰囲気は、長い人生の中で経験を通じて培われてきたものであり、魂の成長とともに積み重ねた結果と言えるでしょう。この柔らかいオーラが、ツインレイとの運命的な出会いへの準備が整った証となっています。困っている人を放っておけない、ツインレイとの出会いに向けて魂の成長を遂げた既婚女性は、他者の困難を見過ごすことができません。心に余裕があり、穏やかな日常を楽しんでいる一方で、まだツインレイと出会っていない状態では心に広がりがあり、他者の苦境に対して無関心になれません。結婚によって安心感や幸福感を得たことが、逆に他者の困難に対して共感し、手を差し伸べたり支えたりする姿勢につながっています。結婚生活を充実させる中で培われた人間性が、ツインレイとの出会いを引き寄せるのです。ツインレイには嫉妬深くなる既婚女性が、ツインレイと出会うと、これまで経験しなかった嫉妬心が強く芽生えることがあります。これは自分の夫には感じたことのない熱烈な感情として現れます。ツインレイであるからこそ、これまでの経験にない感情が湧き上がり、その新たな感覚に戸惑いつつも、どうやってこれをコントロールすべきかを理解せず、感情が制御を難しくすることもあります。既婚者である自分と、自由な立場にある相手との立場差が、嫉妬心を一層複雑にし、既婚であることが自由を束縛しているように感じさせることでしょう。自己評価が低いツインレイに出会う既婚女性は、一見心が安定しているように見えつつも、時折自分に対する自己評価が低く、自分に自信を持てなくなる瞬間があります。幸せな家庭を築いている一方で、物足りなさや夫を支えきれていないのではないかという不安が生じることがあります。周囲からは魅力的に見えるものの、自分自身がそのように感じないことが根底にあります。他者を支えることを通じて自己評価を向上させ、自信をつけたいという願望が、彼女たちの行動や感情に影響を与えています。克服できないトラウマがあるツインレイと出会う既婚女性の中には、恋愛の過去から残るトラウマを引きずっている人が多いようです。結婚を経ても
そのトラウマを克服できたかどうかは一概に言えず、結婚後もトラウマに苦しむことがあります。ツインレイとの出会いやその後の魂の統合の過程でトラウマを癒すことは可能ですが、結婚自体がトラウマを解決する手段になっていなかったことにがっかりしている場合もあります。そしてこのトラウマを癒すのは現在の夫ではなく別の存在ができることに気づいているでしょう。この期待感が高まり、はじめはツインレイへの執着が強くなることもあります。家族には埋められない孤独を抱えている既婚女性がツインレイと出会う際に共通する特徴は、家族でも埋められない孤独感を抱えていることです。結婚後もなお寂しさや孤独感が消えず、結婚がその空虚感を埋めることは期待できなかったことに気づくことがあります。ツインレイとの出会いが自身が長らく抱えてきた孤独を埋めてくれる可能性を示唆しています。家族や他の人々とのつながりが予期したほど満足感をもたらさなかった中で、同じ魂を持つツインレイでなければ埋めることができない隙間を感じているのでしょう。ツインレイとの出会いは彼女たちの潜在的な欲求を満たすものであると考えられます。人に頼るのが苦手、これからツインレイと出会う予定の既婚女性は一般的に人に頼ることが苦手な傾向があります。この特徴は彼女たちが結婚後にツインレイと出会う要因の一部とみなされます。もともと人に頼ることが得意でないため、夫や家族に心の底から頼ることが難しく、結果的に一人で多くのことを抱え込んでしまい、結婚生活が重荷となることがあります。その重圧が限界に達し、もう無理だと感じる頃にツインレイと出会う可能性が高まります。夫や子供との関係は良好で安定している。驚くかもしれませんが、ツインレイと出会う前に結婚した既婚女性の夫との関係は一般的には良好で安定していると言われています。大きな問題や喧嘩、性格の不一致などがなく、比較的平穏な生活が送られています。もちろん何かしらの課題が存在することは避けられませんが、それが離婚原因にはならない程度の些細なものです。夫とのパートナーシップだけでなく、子供との関係も愛情豊かで、子育てに積極的に関与しています。これは魂が安定して成長できているためであり、ツインレイとの出会いを前に家庭を安定させる力が働いていると言えるでしょう。夫に依存しているツインレイとまだ出会っていない既婚女性は夫への依存を克服できずにいます。この状態は夫に対する何かしらの物足りなさから生じています。具体的な原因がなく漠然とした不安が夫に向けられ、その不安を解消できないまま依存の関係が続いています。魂が成長し、ツインレイの潜在的な願望が存在することも夫に対する不安や依存が手放せない理由の一部です。しかしツインレイとの出会いが実現すれば、夫への依存を一掃し、気持ちが解放されることでしょう。皆さんに知っておいていただきたいのは、ツインレイという関係が最終目標としている魂の統合を遂げるためには必ずしも結婚が必要なわけではないこと。ツインレイの魂はサイレント期という完全に離れている時期でもつながっていることができます。顔が見えなくても、連絡が取れなかったとしても、テレパシーでつながっていることができるのです。サイレント期が終わり、再び一緒にいることができるかもしれないというチャンスが巡ってきます。それでツインレイの関係が切れてしまうわけではないのです。